中国政府、専人計画でスパイ活動家、NASA 潜入のスパイを逮捕。アメリカの司法省によりますと、中国出身の大学教授が中国の大学と雇用関係を結んでいたことを隠し、NASA の研究を行っていたとして、アメリカ当局が逮捕したことが明らかになりました。この中国の大学教授は、 2012年頃から中国の大学とも雇用関係を結んでおりましたが、それを隠し NASA において2013年から研究を行っていた模様です。アメリカの省省は中国政府が専任計画を通じアメリカの大学教授や研究者を狙い、最新技術の獲得を試みていると警戒を強めており、 1>, 1月にも、専人計画に参加していることを隠し、アメリカの国防総省から研究費を得ていた疑いで、ハーバード大学の教授を逮捕するなど、対策が進められておりますが、先日、日本のマスコミが、こういった中国政府の専人計画を擁護するかのような報道を 行っていた気がしますけども、ぜひともマスコミの皆様には、この千人計画が、スパイ活動の隠れみのになっていると思われますので、まあ、そういった事実をしっかりと報じていただき、日本国内においても同じような被害が発生しないように、政府や大学、企業の 皆様などに対し、しっかりと注意喚起が行えるように、日本のマスコミの皆様には、選任計画について、事実に基づいた報道を行っていただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。